ポケモンソルジャーの A0 です。室内です。ヘルピンです。箱船です。先日箱船さんだけが5日間考えられるっていう101やりましたね。やったね、うん、結果は船がまあオポネント的に1位だったってことで説立証ではあった。なんか内容はちょっと微妙やったけど、ね、まあまあまあ、コメント欄も盛り上がってたからまたやりたいねという話をしていたんですけれども、その動画のコメントでこれで人狼できるんじゃねみたいなのがあって、なるほどということで実際にやっていきたいと思います、うん、ルールは、村人陣営が3人、人狼が1人に分かれてみんなでやっていくんですけれども、村人は箱船のように5日間考察することができて、人狼は30分の即席考察、それでまあ前みたいに対戦していって、お前全然考察してねえじゃねえかっていう感じで人狼を当てていくと。出るなこれ。人狼の勝利条件は総当たり戦で全勝、もしくは人狼とバレない。もう全勝したら無条件で OK なわけね。30分で5日間に全勝したらもう勝ちでしょう。それはすごいね、うん、村人の勝利条件は人狼を当てること。まあ今日は対戦の前にまず人狼を決めていきましょうという抽選の回です。ドキドキやね。村人にポケモンが送られたようです。ふむふむ、来た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 ね。ふむふむ、来たよ。誰が今怪しい？意味ねえ。あーこいつね。はいはいはい。うわ怪しい。それは面白みあるね。怪しくね。うわ怪しい。それ怪しいな。そんなに言う必要ないよな。怪しいな。ではこれから5日間考察の時間が用意されるということで、対戦ルールはそのポケモンの1対1、型変更なしで総当たり、テラスタルも禁止。では5日後みんなガチ考察してから会いましょう。はいはいはい。ジャンプ。本当に5日後？俺たち。なんか5日以上経ってる気がするわ。気のせいか。いや、5日なんじゃね？人生って長えな。というわけでですね、村人だけ5日間考えてきたと。皆さん考えましたよね。計算づくの5日間でした。マジ？おお。おお、有意義やな。じゃあ、ヘルピンさん白いか。白いな。今回の101は、雪の101です。ほうほうほう。知っていましたけど。まあ、余裕で、ね。余裕で。考えまくってきたけど。うせえな。ではここからは人狼は30分考察して、村人陣営は30分無の時間を過ごすと。30分考えてきた後みんなで一斉に育成。はい。はい。じゃあ30分後会いましょう。さよなら。さよなら。さてと。待ったな。長えな。待ちくたびれましたよ。早くやろうぜ。早くやりてぇ。言い下げてんな。俺の考えたポケモンでな。じゃあ、第1試合 A0 切ないヘルピン箱船でやっていきましょうか。はい。はい。よし。ふんふんふん。オスミラーね。メロメロないの確認してない。確認不足か？お前、お前、怪しいな。ここがネタだと思えなかったのか。余裕ないな。余裕ないな、室内さん。いい返しだな。余裕あるな。どれどれ。雪降らしと。まあまあ、こっちが早いか、そなたが防音か。守る。なるほどね。まずは守る。はい。肝だよな、それ。はい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 。火も落つ。照らししようかな。はい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 。それ使うのはなぁ、浅いなぁ。ああああああ。はいはいはい。ああああああ。はいはいはい。ああああああ。ああ、はいはいはい。ああああああ。ああああああ。そんなに大丈夫か？これ物理技逆にない。ああ。ああ。あ、硬い。あはははいや、あれ弱っ。弱っ。もうそれないという話だったのに。弱っ。いや、ちょっと弱砲からのキャリアも飛んでくるかと思って、でもう一回剣舞だったかと思ったら全然弱かった。あーあーああ。スッシュ。なるほどね。うん、技見せてくれたね。ふむふむ。いや、人狼じゃないからね。見せてあげて人狼じゃないよってことをアピールしてあげようかなって思って。くそー、これ A0 が参照したら人狼の勝利か。人狼だから。いや、人狼じゃないだろ。怪しいな、こいつ。負
船さんはじっくりと考察ができたかな。鬼の考察お願いします。お願いします。まあ雪の俺の相棒ポケモンの一匹でもあるから勝っとかないとな。そうやね、負けないけどね。お手合わせ願おう。なるほど。うん。ほう。ほう。なるほど。守っちゃうんだ。いいね、その方。妙味あるでしょう。妙味ある。まあ、だろうね。何？何？妙味ある方来た。妙味ありすぎる方来た。いや、さすがに無理だ。え？え？何？え？え？いや、これ、こっから勝てるん？やるしかない。やるしかない。まあでしょうけど、さすがにそんなことは考えにもなかったけど、それで果たして勝てるのか。これどうなるんだろう。向こう終わってるけど、これ多分長いよ。うん。まあ負け臭いなこれは。うん。でも気合パンチのピピは枯らせるよ、それで言うと。まあそうだね。ちょっと待って、どういう勝負にするつもりこれ。え、肩言ってくれんならな、ワンチャン誤算できるんだけど。どうしたらいいんだろうこれ。まだ言えないけど、いいでしょ。じゃあ負けかな。何で殴るつもりなんだ。じゃあ負けかな。でもキアパンあるんかな。それはまあ勝てないね。うん。やんなくていいか。負けるかこれは。これ時間の無駄か。時間切れが。ああ。これ勝てないな。それはさ、うん。ちょっと殴られたら危ないでしょ。でも。ちょっと殴られたら怖くない？すごい火力で。その方。それ切ってるってこと？いや、どうでしょう。最速？それとも。どうでしょう。言えない。言えないんだ。言えない。秘密の方だから。まあいいわ。まあいいです。負けましたよ。はい。誤算しましょう。PP 勝てないから。危ねえ。キャイパンチの PP 増やしてなかった。それマジ？じゃあワンチャンあったか。危ねえ。いやでも殴る技が気合パンチしかないからな、こっちも。いやだろうな。いや焦った。焦った先手取って。うーむ。そっち遅かったな。怪しいな。なんかずるい考察をしてるな。そこずるいって言ってるの人狼目線だな、発言が。それ怪しいな。発言怪しいな。A0 さんはいつもずるいからな。いやずるくないでしょ。一緒に見つけようよっていう気持ちのはずなの。仲間か、村人なら。村人だから普通仲間のはずなのに、ずるいって言われるのちょっと心外だな。怪しいな。いや仲間だけど。その発言怪しいですね。A0はずるいでしょ、いつも。ええか、A0 に勝ちたいから、A0 に。なんでだよ、そうじゃないだろ、みたいな。そういう感じじゃないの。とりあえずは勝ちを目指してるんじゃないの。いや、勝ちを目指すけど、A0 に勝ちたいとかではないだ。
人狼には絶対に誰かが早く選んで、とりあえずこっちの方が早いか防音かと。うん、ほう、はい、どうですか。はい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 、それね。それ了解。それ了解です。なんか考えてはいるな。考えてる気持ちは感じるぞ。褒めよう、うん、考えてはいるから。はい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 、まあわかるよ、それもわかりますけどね。うんうん、はいいやー、違ったかな。まあそりゃそうだ。どうかな。どうですか。いやー、これ特化は、特化は無理なんよな。特化は無理なんですけど、あーなんかまあ特化か意識してます。振っとります。ほうほう、やるね。いい方使ってるな。危ない危ない。なんか君たち長い様子だったね。なんか長かったね、思ったより。感想戦が長かったかも。それややこしい。はい、よろしくお願いしますと。よろぴくー。人狼臭い。うん、怪しすぎるわ。何の根拠があるんだそれ。今マスボからできた。マスボとかそういうのは判断基準にならないからね。まあええわ。おお、なるほど。うわ、私もです。なんかキモいこと起きてる。それキモいな。どうなん、どうなんそれ。代わり何するの。ちょっと違うかも。あー、それ違う方。マモミが残飯。これ剣舞か。チュイーンチュイーン。あー、なるほど。で、で、で、めっちゃ弱そうなさっきだけど、割れないでしょこれ。割れるわけが。なんだそれ。いいね。どうなん。あと一個技教えて。教えてくれない。見せません。どうなんこれ。勝てそうだけどな。違うんかな。あと一個技見してよ。見せません。全開していく。おーい、守ってみた。暇そうやね。おい、なんだよ。様子見の根を張る。雪やみましたよ。やだな。大丈夫ですかそれ。うん、あんま関係ないかも。ちょ、技見してよ。技見て降参か降参じゃねえか決まるんだよ。なるほどね。まだ割れない。ああ、あ、降参か。降参か。え、中に何。眠る。眠る。すんげえ方来たんだけど。それ誰に勝てるの。
いや、それ強すぎそう。はい、余裕勝ち。いいね、怪しいな、その方。これ人狼もしかして。ディーゼル船、切ないヘルフィンか。これは見てもいいんでしょ。人狼要素としては別に大丈夫か。じゃあ推理するわけだ。推理フェーズ来た。誰でしょうね、臭いのは。そういうのいきなり切り出してくるのが臭い。人狼っぽい。なんか、なね、対戦員よろしくお願いしますと。はい、お願いします。押すね。早く対戦したいな。ウキウキしてるね、人の試合よりも。その意味ある、その発言。俺の5日間の賜物を早く発表したいや。みんなそれ。雪降らせただけなのに雪の方が何もわかんなくねば。みんなそれ。はい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 。余裕そうだな、なんか。ふんふんふん。うわー、やってきたなー。それやってきてるねー。ふんふんふん。ただみんなそういう感じだな。ただちょっと待ってよ。あー、 S はそうだもんね。もしかしてめっちゃ運ゲーしたら TOD？ これ TOD かもしれん。めっちゃ運ゲーしたら。いや、そんな甘くないか。 PP が。どうなるんこれ。わからん。これ残飯なの？ん？それはそんな甘くなくね。ねえ。そんな甘くなくね。考察を疑っている。そんな甘くなくね。配分次第だね、配分次第。別に分かんないでしょ、配分。いや、まだ分かんないけど。そんな甘くなくね。そうか？どうなん？まだあるでしょ、これ。どうやったらそっち側にあるのか今こっち目線わかんないけど、何であるんだ。身代わりのタイミングで全部先制する。今のところ作戦通りだね。どっちが作戦通りなんだ。どっちも作戦通りっぽい。どっちも作戦通りだな、これ。え、これで、いや、雪やんじゃったよ。いや、やむの、やませたいのはわかるんだけど。まあ、防音だしね、俺。そうなんでしょうか。まあまあ、そりゃね、まあ、同速じゃなさそうだからね、さすがにそろそろ。どうなるんだ？そろそろなんか撃ってくる。技見せてくれてもいいんだよ。さすがになんか他に持ってるよな。余ってるからな、ダスペが。つぶ手とかあるかな。なんか長えな。なんか長えな。推理するか。A03 のこの剣舞ケタグリはどうかな。さすがに考察の賜物かな。え、そう思う？浅くないなんかこれも。言うて。言うて？いや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 、いや、これおかしいからね。おかしくないよ、ちゃんとちゃんと考えてね。積極的に相手をなんかディスって。いやいや、これだってさ、1秒考えてさ、どう考えても成立しないやん、だってこれ。え、そうか。そんなことないよね。え、これあとなんて、なあと何やんのこれ。これグライオンだから、ね、あと1個なかなか見せてくれないんだよな。ちゃんと押してくるから、ケタグリ抜かりなく。すりゃ32あるだろ。 PP32 あるから。これ撃ったら先に枯れるのそっちやん。トントンじゃないの。え、こっち剣舞撃ってますけど。剣舞2回撃ってます。確かに。確かに。じゃあ勝てないわ。大丈夫かこれ。じゃあ勝てないわ。おい、なに、もう一個技見せてあげたらいいの。こっからワンパンすらずもう一個ありますけど。じゃあ負けていいわ。もう一個押した評価。じゃあ、じゃあ負けていいわ。それ見せてくれたらしょうがないから。見せてくれないんだよな。
んだ。失礼した。なんか身代わりを言ってきた。いいよ、見せてあげるよ、優しいから。ああ、俺、じゃあ負けでいいわ。わかった。オッケーオッケー。俺の負け。ほれ。ほれ。それ、それ、いや、なんか、5日間雰囲気、ありそうに見せかけてるだけだったんだもん。そんなことないよ。なんか、それっぽいことして。そんなことないよ。それ、それ成立しないよ。スルスル別に。物理なかったらするって、これ。負けでいいよ。負けました。はい。なるほどね。ああ、でもそうか。技2つ、後で見せてもらってからだな。それ次第では納得できるな。ネオハル打ってるから。あと1個、あと1個。うん。よし、じゃあ最終戦。切ない A0 は早かった気がするんだよな。 A0 の方的に早いでしょ。まあ切ないさんも箱舟みたいな方ではないということが想像がつく。それはどうかな。つまりヘルピンさん的にどうなの。今のは場をつなぐだけで特に意味はないです。怪しいな。怪しすぎるな。僕たち味方だよ。味方味方、そういう感じ。俺が味方になったら嬉しいもんな。一人敵させるから。普通に。敵よりは味方のが多い方がいいもんな。アボマスの。ニックネームつける余裕あるね。アボマスの。確かに余裕ある。ニックネームつける余裕あるな。ずるいな。ただのその辺のレイドさんだが。守ってみて。なんか守ってくるな。守る早いな。何するの。身代わりだ。そういう感じなんだ。あー、流行ってんな、そうだ、これ流行ってんな。流行ってんな。これは間に合うのかい。これそんな入るんか。これ分かってない。硬いよ、めちゃくちゃ両方硬いし、パワー、あー硬いね。硬いね。勝って勝って、いや、まあ、けどまあ勝てないか、これは。S 関係がどうなってる。まあ、打ってみるか。これ勝てるんかな。ゲーパンチ入ってないな、全然。いい勝負だね。守る。技なんだ、これ。あと一個。あと持ち物なんだ。冷や水。冷や水。それは、テクイにも入るのか。人狼くせえよな、なぜだに、この。冷や水。冷や水はちょっと、いやいや、とかいう。みんな夏行っててない？ちょっとないでな。ないな、冷や水は。ちょっと待って。これは何？何を見せる？噛み合いだってみんな。さすがに噛み合いだろ。何に噛み合い、何に勝てるのこれ。これは全然考えてないけど、考えてないだけなんだけど。これは何だ？おい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 。いやー、ずるいわ、これは。これは何？ずるいわ。これは、さすがにやばくね。これはどうなんていう。これやばくね。これ一番ないな。いやいや、これ。ひどいよ。これもうなんかお互いの説明いらないような気もするレベルな。なんで？結果は、A0、2勝1敗。切ない0勝3敗。ヘルピン3勝0敗。箱根1勝2敗。ということで、ヘルピンさんが人狼だと人狼の勝利です。うん。ヘルピンさんは人狼ですか？僕は人狼ではありません。まあ、だろうな。わかる。わかる。方が。一日ダメ系しました。じゃあ、まず、全勝のヘルピンさんから固める？雪能の構成は、持ち物、雪玉持ちの勇敢 AD です。おー。なんか強そう。はいはいはい。ナイス方。うん、ナイス。次 A0 の方。一番の目標が人狼に勝つことだったので、人狼はオーラベールドをするだろうという読みで、なんか大口叩いてるな。でもそれさ、ベールジャコ怖くない？ベールジャコに勝つために剣舞だから。ベールに剣舞剣舞変わらつぶつって感じ。ああ、そういうことね。そこまでできてんだ。じゃあすごいわ。それは。お見事。まず最初に自分がベールジャコを考えて、それに、これ30分型だろって思って、それに勝てるやつを考えました。じゃあ次、箱舟の方。僕の方は、最速、HDS、キアパン、身代わり、守る、ネオハル、アット残飯です。物理型は正直、人狼は使ってこないかなと思ったんで、人狼は特殊だろう、読み。人狼は特殊に頼りそうっていうのは、
同意見。わかりますね。で、まあ、物理型は正直そんなに攻撃できてなかったから、まあ、今回こんな感じで、まあ、ボコられたって感じかな。自分以外使わんだろうって思ってたっていうだけ。じゃあ、最後、俺の雪脳の方、要塞型です。うーん。まあまあ、D に振ってるのはみんな同じだな。メガネとか吹雪とか気合玉とか、どうせ人狼は撃ってくるだろうっていうので、まあ、特殊に。振ったっていうのはまあ大体一緒か。だけど人狼以外は物理を使ってくると思ったのね。ほう、うん、ほう。だからその物理に対して冷水で耐久して要塞するという方だったんだけど、身代わりと剣舞しかいなかったから全敗した。身代わりと剣舞以外には勝てるっていう想定で要塞にしたんだけど、ハチマキには勝てるのか。ハチマキケタグリには勝てないかな。勝てないんかい。ハチマキケタグリも、まあ、その、人狼の弱法に負けて一生献上するのも、まあ、それは気悪いだろうということで、ハチマキケタグリはいないように。いや、ミス。では、みんなの方発表終わったということで、ここから5分の人狼考察談義開始。むずいね。まあ、結局この3人から1人ってことでしょう。まあ、ヘルピンさんは除外だからね。ヘルピンさんどう思う？ヘルピンさん村確定だから。率直な意見を言うと、その物理型って結構ダメージ計算とかが必要だと思うから、型考えられるかなっていう。A0 はさすがにこれを30分でこの配分にするっていうのは難しいんちゃうかな。いや、わかる。それわかる。違いそう。これ美しいでしょ。壁着歩のケアの方法がなんか美しくてあっぱれだったから A0 を疑うのはかなり難しい。でもまあ30分で考えられたらなかなかやるねという感じで、まあ結局船と俺の2択でしょ。まあ箱船はまあ一応配分それっぽくしてはいるけど、まあ言うてできる範囲、できる範囲言うて、まあなんかそれっぽい HP にして残り D みたいな感じだから、まあ別に考えられなくもないが。え、これ切ないさんのやつってさ、うん、遅い方がいい。これ最終ターンネブルってこと？あ、そうそうそう。一応その可能性も考えてはいるけど、まあ H ぶっぱしてたらドローだね。冷や水で削れるんだから勝ちやん。ああ、向こうが回復しなかったのに。なんか脳内だと切ないさんはもっと早い方がよくて、あ、船は遅い方がいいんだけど、技構成的にって思っちゃう。船早いのでいいんじゃないの？イメージは上から身構えもして吹雪気合玉を避けるっていう。根を張るすんのか。無限にできるから上からしたいっていう。まあまあまあ、そうなんだよ、これ。根を張るか。なんか根を張るおしゃれやなって思って、しかも割と対応範囲広いんじゃねって思ったんやけど。いや、まあ、考えはするから分かる。まあ一瞬考えて、まあそんなにうまくはいかねえだろうっていう方ではね。俺も要塞考える上でまず根を張る入れてたけど、結局無理なもんは無理じゃねって思って、こっちのがいけんじゃねって思ってこっちにしたんだけど。いや、無理な範囲はそんな、え？そんな変わってるって感じだけどな。俺に一生稼いでるからね、これ。まあね。結局。冷や水は変だろ。頑張って、すごいテクい方で負けても刺さらなかったっていうことにしたそうな気持ちをちょっと感じるといえばそう。割と真っ先に外す技やと思うよね、冷や水って。全然ダメージ入んないし、 A 下げたとてそんな後取れるような気がしないから。身代わりのケアも効いてないし。身代わりがそんなにいると思わなかったんだよな。いや、身代わりはいると思ってたけど、身代わりでいるのは全員白だと思ってるからこそまあまだ船のが白いなって思うんだけど。みんなが5日間考えてやってこいだったら、絶対瓦じゃなくてつららとか入れてるけど、あ、まあヨープにするけど、まず。だからこそやっぱ船もまあ、なんかずれ、ちょっとずれてるけど、まあでもまあ分からんくはないような。考えてる感が。シンプルに俺がポケモン上手くないだけじゃないのか、もしかして。そういう話か。それなんかずるいな。切ないさん、ごめん、切ないさんに入れよう。まあ、まっすぐ行くなら切ないさんなんですけどね。投票タイムか。はい、じゃあ全員投票結果オープン。さすがにね、うん、俺が人狼だと。まあ、まっすぐ行く。まっすぐ行くなら。うん、さすがに。これで船だったらあっぱれ。これは箱船だったら、まあ箱船を褒めるしかない。30分でこの型作ったんったらすごいってこと？ここまで行けてんだったら。あまりそんな最初から怪しさを感じなかったから。なるほど。では、人狼は名取り出てください。はい、まあ僕が今回の人狼なんですが、昨日ワンオンワンややこしいな。お互いが弱点をつくのが、ケタグリ、岩石封じ、ハワラ割り、岩なだれ、ボディープレス、気合玉、
気合パンチ、ハードプレス、あと日本バレは覚えないからウェザーボールで弱点もつけない。で、まあ雪で防御が上がるのを考えると最大打点は気合玉になってくるんですかね。まあ H 振りの雪のぐらいならメガネ気合玉でワンパンできるのか。ハチマキケタグリでは雪の補正込みで耐久無振りの雪の王すら倒せないと。まあ殴るなら特殊の方が良さそう。単純に素早さは速い方が良さそうだから、速くてタイマン強いみたいな型を考えたいな。まあなんか基本的にお互いがワンパンするのが難しいみたいな環境なんだったら、電気玉投げつけるとか単純に強そうに感じてしまうが、電気玉投げつけるから、まあ、なんか岩なだれレンダーとかしてたら期待値的にすごく有利取れそうな気はする。メガネ気合玉耐えに結構努力値を割いちゃうから、そういう確率有利を取りに行くような方なんだったら耐久に、まあ、かなり割く形にはなるか。特殊で殴るんだったら基本的には気合玉になってくる。メガネ吹雪を2発耐えるには直機持たないといけないから、まあ、ただ直機機能は正直メガネ吹雪にしか強くないのかな。直機だとメガネ気合玉を耐久振らずに耐えることができる。だから CS とか AS で直機持てば基本的に雪のからはワンパンされないみたいなことができる。直機とか考えるんだったら物理特殊どっちで殴ってもあんまり変わらないか。型としてあり得るのがメガネ吹雪、メガネ気合玉、直機で電気玉投げつけるの4つぐらいになってくるのかな。あとは弱歩か。最速でオーロラベール貼って弱歩発動させるとか。臆病の弱歩発動の吹雪でとりあえず耐久振ってない雪の王はワンパンできる。でまあ HD トッカーみたいな雪の王に対しても臆病の弱歩発動の気合玉で倒せる。まあ特殊で殴るより物理で殴った方がその場合はいいのかな。 B に振ってくることはほぼないと思うから、弱歩に対して強いのはまあそれなんだけど、まあ過剰になりがちではあると思うから、物理耐久は H 振り程度だろうと考えるなら、基本的にはもう最速で HS とかにしてオーロラベル貼って弱を貼って吹雪打ってればいいような気がしてきたな。そうすれば同速負け以外はさっき挙げた基本的な1周目の方に対して勝てるから、1周目の方に強く合いつつこの弱砲にたどり着いてる人に勝てるみたいなのがあればいいんだけど、例えば気になるのは瓦割りだけど、まあ、普通に弱砲発動されるから同速ゲーにはなるだろう。弱砲に勝てる方法を考えていきましょう。タラプ、呪い、眠るとか。多分メガネには勝てないんだよな、それは。メガネ以外の直機とか弱砲に対してはタラプ持って小五風から入って、小五風より守るの方がいいのかな。守るの裏目が基本的に剣舞とか身代わりとかしかないから、まあ、それは基本的に、まあ、弱砲でいいだろう。要塞をする方にしか剣舞は刺さらないから、弱砲の方に剣舞採用するってのも多分ないと思う。吹雪で足りてるから。だから、まあ、剣舞は切るとして、守る型の要塞雪のが結構可能性感じるんで、計算していこうかな。計算した感じだと、タラプの雪のだと、メガネ雪のに勝てないのかな。特殊耐久が足りてなくて、難しそう。僕が思いついた雪の王の方はこちら、要塞型。穏やか HE 特化でタラップ。環境的に、ハチマキ雪の王のケタグリ以外にはいけるんじゃないかと思ったんで、これでいきます。オーロラベールは、まあ、雪枯れたら使い物にならない技なんですけど、相手の雪のターンをしのぐ技として使っていけるんじゃないかなと思うんで、採用しました。冷や水でじりじりと雪の王を倒していきます。では、人狼は名取り出てください。はい。だろうな。でしょうね。さすがに。普通に一周目のメガネ吹雪とか使った方が良かったか。一周回って。それはそれで。逆にだからって、マジで言い張れば。そう、説もあるからね、それ。ちょっと忙しかったよなって言いながら、逆にだから。忙しかったよなは、それは通じないから。そんなん通じないけどね。メガネ系でも3連勝されたんだけど。それほんまに人道的にはそれでも絶対切ないさんやけど。だけど負けてるから本気で。人道勝ちだからそれ。
立ったらよかったのか。やっぱ一周回ってシンプルな方が強かったりするからね。で、二周目のオーロラベールジャコは絶対勝てないと思って三周目行った。三周目の精度が出たね、やっぱり。30分と5日間で。三周目行った時点で残り10分とかだったからな。あ、なるほどね。大変だな、やっぱ30分は。いや、でも俺の方あれだな。相手が5日間考察してるってのを忘れてたわ。相手が3周目っての忘れてた。1周目のメガネ、ハチマキ、チョッキーとかに勝てるオーロラベール弱点保険に勝てる方を考えようって思ってたから。それだとやっぱそこの差が出ちゃう。人狼は難しいね。ベール弱砲に勝てる方に勝てる方を10分で思いつくっていうことをしなきゃいけなかったんだな、勝つためには。それを最後の投票フェイズで話す必要があるのが難しいな。確かに。いや、一番最初のダメージ計算に入力したメガネ気合玉で参照してた可能性があるって考えたら奥が深い。まずダメージ計算機に雪の王、雪の王、気合玉、こだわりメガネって入れたから、そりゃそう。まあわかる。日本バレ確認してね。そう。まずないじゃん。日本バレないかーってなって。これ30分だったら人狼が勝ち目なさすぎる。いや、そうね。もう少し欲しい。配分では絶対勝てない。配分の精度で。こんなちょこちょこぶりの配分出ないからね、30分じゃ。まあ、みんなどんぐらい何時間考えてか聞きたいの？ 3、4時間ぐらいかな。あ、でもそう、俺もそんぐらい、3、4時間ぐらいかな。これね、5時間。結構考えてるね。それよりかは多分短い。マジで30分の方で勝ったらすごいけど。すごい。勝つかバレないっていうのが、今回ちょっと配分の精度にも。かなり差が顕著ですからね。ポケモンによってはバレないとかありそうだけど。確かに雪の方が難しすぎて、それはそうだ。雪の方はね、そう、難しい。チルタリスは難しかった、考えも。何で殴るか微妙やから。チルタリスはレイビー打っときゃいいんだ。そう、技がね、そう、難しいのね。殴る技が。深かったね、雪の方。ナイスゲーム。面白かったわ。まあまあ、熱いね。また機会があったらやりましょう、うんうん、はい、はい、これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。お願いします。